それでは一言お祈りをさせていただきます。お祈りいたしましょう。キリストはご自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。愛する天の父よ、あなたの計り知れないご愛のゆえに感謝いたします。御子イエス・キリストをこの世にお与えになり、私たちの罪をあがなうためにあの十字架にかかり、私たちの心のふるさとへと私たちを導き、あなたのご愛の中に生きるものとしてくださいましたことを心から感謝いたします。今この世にあっては、今もなお罪が支配しているように見えますけれども、あなたは私たち一人一人を復活のキリストの霊である聖霊に満たし、あなたのご愛の中に生きるようにと、そしてこの世をそれぞれが照らすようにと導いておられることを感謝いたします。どうか今主イエスキリストの十字架の愛をさらに私たちが深く知ることができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今の私たちの世界は瞬時にして世界中のことが情報が入ってきますから、どこで何が起こっているのか、まるで、遠い国のことであっても隣町で起きているかのように日々情報が入って知らされております。遠いウクライナのことも、またロシアのことも、中東の紛争のことも、そして東アジアのこと、特にその不安定な政治的な状況についても私たちは毎日伝えられております。世界は今とても危険な方向に向かっているように皆さんも感じているのではないでしょうか。再び軍拡競争が起きる気配がして、一体これがどうなっていくのだろうか、そんなふうな思いに日々させられているのではないでしょうか。私たちの世界はまた再び平和から遠ざかっていっているのでしょうか。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所から、このような私たちの世界の中にあって、私たちは何を考え、そして何を求めて生きていけばいいのか、そのことを見てみたいと考えております。イエス・キリストの教会が産声を上げて最初の数十年間のことを記録したされているのが、この使徒の働きという聖書の中の書物であります。その当時も平和からはほど遠い時代でありました。イエス・キリストの復活と聖霊の降臨という出来事があって、すでに10年近い年月が経っておりました。場所はエルサレム。産声を上げたばかりの初代教会に迫害の手が伸びてきたのであります。時の権力者は、この新しいイエス・キリストの運動が社会を脅かすのではないかということで、これを何とか抑え込まなければならないと躍起になっておりました。その時の権力者はヘロデ王であったということがわかります。ヘロデ王というのは聖書の中に何度も
出てくる名前ですので混同しやすいのですが、今日の人の働きの十二章に出てくるヘロデ王はヘロデ・アグリッパ一世という名前の王様で、紀元37年から44年までイスラエルをの全土の王として活躍した人であります。このヘロデ・アグリッパ一世のおじさんという人がヘロデ・アンティパスという人で、あの洗礼者ヨハネの首をはねることを命じた王様であります。さらにはこのヘロデ・アグリッパ一世の祖父おじいさんが、これまた悪名高いヘロデ大王といって、紀元前40年から紀元元年までイスラエルの王であって、イエス・キリストがお生まれになった時にベツレヘムの幼児たちを虐殺したあの王様であります。ここに出てくるヘロデ・アグリッパ一世もまたその残虐性を受け継いでいるのか、初代教会を迫害し始めたのであります。そしてそれがユダヤ人たちの気に入るということが分かって、まず手始めにヤコブを殺しました。このヤコブというのは十二使徒の一人で、イエス様に一番近い三人の弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブというそのヤコブであります。ヤコブを殺害した次にヘロデ王が手を出したのがペテロであります。ペテロを捕らえてこれもまた殺害しようとしておりました。全くひどい話でありますが、民衆に気に入られると思ったら何でもやってしまう王様でありました。そして上辺ではユダヤ教に熱心な振る舞いをしていた王でもありました。ある時このヘロデ王がペテロを捕らえて厳重な警備をつけて牢獄に入れてしまいました。それから何日かして杉越の祭りが終わったらこのペテロを処刑にしようと、そういう計画でありました。今度ばかしはペテロも絶体絶命という状態に置かれたのであります。その時エルサレムにあった教会のクリスチャンたちはどうしていたのでしょうか。五節に記されています。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたということが記されています。彼らがいたのがマルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家であったということは十二節でわかります。初代のクリスチャンたちはそこに集まって共に礼拝をしたり祈りを捧げたりしていたのであります。ペテロがヘロデ王に捕らわれた時、そしてもう絶対絶命だと思われていた時、クリスチャンたちはペテロのために熱心に神様に祈り続けていたのであります。彼らは目には目、歯には歯という考えでヘロデ王の暴虐に対して力ずくでペテロを奪い返そうという、そういう考えが彼らの中に起きなかったのでしょうか。ヤコブが殺害された時に暴動を起こすという考えがなかったのでしょうか。ヘロデ王のやり方はあまりにも残虐、非道、誰がこのようなことに耐えることができるだろうか、そう言って剣を手に取って戦うという人たちが出てこなかったのでしょうか。実際は初代のクリスチャンたちはこの教会に集まって熱心に神様に祈り続けていたということが
書かれているばかりであります。どうしてでしょうか。それはイエス・キリストがその教えと生き方を通して弟子たちの中に深く神様の御国を刻んだからであります。剣を取る者は剣で滅びると教えられて、イエス様がゲッセマネの園に捕らえられた時にペテロが大祭司の役人に剣で打ってかかり右の耳を切り落としたという記事がありますが、その時キリストがやめなさい、それまでと強くペテロをたしなめました。ペテロはきっと左利きであったに違いないというのは、この役人の右の耳を切り落としたからだというところから出てきております。そしてイエス・キリストご自身はどんなにひどい拷問を受けても抵抗することなく、そして十字架につけられても父よ彼らを許してあげてください、彼らは自分で何をしているかわからないからですと祈られました。そのようなイエス・キリストの姿にずっと触れてきた弟子たちは、イエス・キリストが与えてくださったこの救いとはこの世の次元とは全く異なるものであるということ、罪を生み出していく世界ではなく、愛が愛を生み出す世界をイエス・キリストは見せてくださったのだということを弟子たちがはっきりと知ったのであります。そしてあなたを迫害する者のたちのために祈りなさい、あなたの敵を愛しなさいというキリストの教えが彼らの心の中にいつも響いてくるのでありました。このイエス・キリストこそがまさに真理であり道であり命であるという確信を弟子たちは抱いたのであります。ですからヘロデ王をはじめクリスチャンたちを迫害している人々は自分で何をしているのか知らないのですから、どうか父よ彼らを許してあげてくださいと弟子たちもまた祈っていたのでありましょう。ステパノもそのように祈りました。もちろんペテロが一刻も早く解放されることを祈っていたことは間違いありません。暴力が暴力を生み、それがまた新たな暴力を生み出すというこの悪の連鎖を断ち切る力は人間の中にはなくて、イエス・キリストの救いの力がなければそれは不可能だということを初代のクリスチャンたちは悟ったのであります。ですからヘロデ王の残虐性に対して暴力に訴えていく道を取ることなく、彼らは全能の父なる神を信じ神に祈る道を選んだのであります。その熱心な祈りと聖霊の働きによって、なんとこの絶体絶命のペテロが奇跡的な救出を見たのであります。何重にもなっている獄屋の扉が次々と開いて、ペテロは外に出ることができました。その後が少しユーモラスでもあるのですが、ペテロはすぐにマルコ・ヨハネの母親の家に行きました。そこには仲間のクリスチャンたちがきっと集まって祈っているであることを彼は知っておりました。ペテロは戸を叩きました。するとロダという女中が出てきました。ロダはペテロだということが分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、みんなに知らせたと記されています。そしてみんなはそれを信じることができず、あなたは気が狂っているんだ、それは彼の御使いだ
とか何とか言って彼女の言うことを信じようとしないのであります。その間中ペテロは戸を叩き続けていたのであります。やっとみんなが腰を上げて門を開けてみると、そこに本当にペテロがいたので、彼らは驚き慌てたのであります。彼らはペテロの解放を神様に祈っていたにもかかわらず、本当にそのことが起きると彼らはそれを信じることができなかったというユーモラスな記事が記されてあります。それくらいこのことは不思議な神様の奇跡であったということであります。その後すぐにペテロは今でいう地下に潜って隠れました。ヘロデ王に再び囚われることを警戒したのであります。一方ヘロデ王はこのことを大変憤り、ペテロの獄屋の番をしていた兵士たちを処刑にすることを命じて、自分は宮殿のあるカエサリアの方に下っていきました。そこである時大群衆を前に演説をぶっている時に、彼は足元に小さな虫が登ってきて、それが彼の足を噛んで、その小さな虫によってあっけなく死んでしまったということが同じ章の最後に記されています。このことについては一世紀のヨセフスという歴史家が詳しく書いているのですけれども、ここで言わんとしていることは、神を神とせず自らを神の位置にまで高く置こうとした者は神によって低くされ、ある場合は取り除かれるということであります。ヘロデ王は人を人とも思わず残虐の限りを尽くし、自分を神の位置にまで高く上げようとして、ついに神様の裁きを受けて、なんと小さな虫に噛まれてあっけなく死んでしまった。そのことが聖書に記されております。そうしている間もイエス・キリストの福音は広まってゆき、教会は至るところに築き上げられていくこととなったのであります。主イエス・キリストは本当の力とは何か、それは信仰であり、祈りであり、愛であり、清さであり、許しであるということ、これらがこの世に愛と平和をもたらすことのできる唯一の力であるということを教えてくださったのでした。そして初代のクリスチャンたちが私たちにここで示してくれていることは、どんな時にも、どんなに困難な時にも、神を信頼し、神に全てを委ね、心にあることを熱心に祈り、神様の時と方法に委ねていくならば、神様の御業が必ず働くのだということ、神への信頼こそが私たちの本当の希望であるということを示してくれているのであります。人間的な力だけに頼るのではなく、人間的な計らいだけに頼って動くのではなく、よく祈り、よく耐え、全能の神様の力に信頼し、全てを委ねつつ働いていけば、そこにこそ希望が生まれ、前進していく力が生まれるということであります。教会は彼のために熱心に祈っていた。これが初代教会のクリスチャンたちが私たちに示してくれている姿であります。高知市の中心にあります日本キリスト教団の
高知教会に奥山寛治さんというクリスチャンがいらっしゃいました。ご存知の方もおられると思います。私たちの教会でも何度も来てお話をしていただきました。この方が何年か前にご自分が教会でお話をなさったメッセージを小冊子にしてくださいまして、それをある方から私はいただきました。そしてその中にあるメッセージが素晴らしいので皆様とお分かちしたいと思います。奥山さんはこれをご自分の遺言として残したのではないかと私は感じました。その一つのメッセージの中で奥山さんは第二次世界大戦が終わった直後のことについて触れておられます。昭和20年8月15日、日本が敗戦となり、奥山さんは戦後の日本が復興できた背後に私たち日本人が決して忘れてはならない人がいるとおっしゃるのであります。その人は戦争の時に中国の最高責任者であった蒋介石総統だというのであります。日本が敗戦になった時、中国にいた日本人たちは軍人民間人合わせて205万人、この人たちはこれから先どうなるか皆本当に不安な気持ちであったようです。作家の瀬戸内寂聴さんもその時のことをこんなふうに書いておられます。私は敗戦を北京で迎えた。日本人は皆殺しにされるだろうと、その夜は一睡もできなかったと書いています。おそらくその時中国にいた日本人は皆同じような気持ちではなかったかと思います。そんな時にクリスチャンであった中国の最高責任者である蒋介石総統は奥様と一緒に祈ってから一つの布告を出したのであります。中国全土並びに全世界に向けてラジオで放送したのです。その布告文というのは次のような内容でありました。全中国の軍官民の皆さん、並びに全世界の平和を愛する人たち、我々の日本との戦いは本日ここに勝利を得た。暗黒と絶望の中で8年間奮闘してきた人たち、並びに正義と平和のために共に戦った 人々に深く感謝を捧げる。しかしこれは最終的な勝利ではない。私どもはこの戦争が世界最後の戦争になることを切望している。この度の戦争が人類史上最後の戦争となるのであるなら、私たちは言い表せないような残虐と屈辱を受けたけれども、決してその賠償や戦果を問うまい。人にしてもらいたいと思うことはあなた方も人にしなさい、あなたの敵を愛しなさいと命じられたキリストの教訓を思い出して感慨無量である。中国の同胞よ、徳をもって恨みに報いることこそ中国文化の貴重な精神文化であることを肝に銘じてほしい。私どもはただ侵略をすることとする日本軍閥のみを敵とし、日本人民を敵としないと言ってきた。決して報復したり侮辱を与えたりしてはならない。敵の過去の暴行に対しても暴行をもって仕返しをしていたら、恨みは恨みを呼んで永遠に止まるところがない。これは
我々の目的ではなく、一人一人が今日特に留意すべきところである。武力による平和は本当の平和ではない。世界の永遠の平和は自由平等の精神と博愛に基づく協力を基盤として築かれるものである。軍閥から誤った指導を受けてきた日本人が反省して、我々と同じように平和を愛する人になり、世界の平和が達成するように切望するという内容のメッセージでありました。これを全世界に向けて発表したのであります。しかも終戦の日、昭和20年8月15日、天皇陛下の玉音放送があって、そのすぐ後のことであります。この布告によって中国大陸にいた日本人は全員無事に日本に帰ってくることができたのでありました。当時中国にいた一人の日本人の牧師夫人が次のようなことを書いておられます。私は終戦当時中国の日本人教会にいました。私の夫は向井茂雄牧師、子供5人と舅の8人でした。天皇陛下の放送に続いて、蒋介石総統により、神は愛なり、汝の敵を愛せよ、日本人に危害を加え物資を領奪する者は死刑に処すという放送を聞き、どんなに励まされ力づけられ、また神に感謝を捧げたことですと記しています。一国の責任者が国の利害に大きく影響のあることを決断するのには、深い信仰と大変な勇気のいることだっただろうと思います。そんなふうに奥山さんはおっしゃっています。また中国の国民がそれを文句も言わず素直に聞いたということも大したことでしたとおっしゃるのであります。蒋介石は若い時に日本で勉強したこともあり、筋金入りのクリスチャンであって、そんな人がその時の中国の最高責任者であったということが、どれほど日本の戦後の復興に大きな意味をもたらしたことか。私たち日本人が決して忘れてはならないことだと奥山さんはおっしゃるのであります。これは一人のコーチのクリスチャンが私たちに残してくれた遺言として受け止めなければならない大変重い言葉であると思います。蒋介石総統のことを知る人がほとんどいなくなっている現在の日本で、私たちはこのようなクリスチャンがいたということを伝えていく責任があると思います。イエス・キリストは本当の平和への道を示してくださいました。この世界ではいまだに憎悪から憎悪へ、復讐から復讐へ、憎しみから憎しみへと、人間の悪い感情は増幅する一方であります。十字架上のイエス・キリストの祈りに世界はもう一度耳を傾ける必要があります。父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか知らないからです。先にイエス・キリストの福音を知らされた私たちは、どんな時にも全能なる神様を信頼し、神様に一切を委ねて熱心に祈り、それぞれ与えられている一隅をイエス・キリストの光で照らしていく、そのような信仰者になろうではありませんか。
初代のクリスチャンたちが、またこの蒋介石のような真のクリスチャンの足跡を歩むことができるように、祈りにますます熱心になり、神への信頼を厚くするものとなろうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、最初の教会のクリスチャンたちは、目には目、歯には歯という生き方ではなく、激しい迫害の中でもあなたを信頼し、熱心に祈り続ける姿を示してくれました。そしてあなたはそのような祈りに応えてくださるお方であることを明らかにしてくださいました。どうか主よ、私たちもまたイエス・キリストが歩まれたように、許しと愛の広い心を持って、愛が愛を生み出すような、そのような生き方をすることができますように、私たちの信仰をどうぞ強めてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。